皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。コスケヤでございます。今日はね、刃物を研ぐ角度にをちょっとだけ動画に撮って説明してみようかななんて、そんな風に思います。そう、ちょっとだけだよ。ちょっとだけ動画の編集っていうんじゃなくて、まあこう説明したりとか、あと手元とかはただ単に細切れで撮って合わせればいいんじゃんってちょっと思いまして、まあそんな試みもね、入れてみながら今回やってみようと思います。まず、そう、刃先の角度っていうと、これですね。これはサンタ屋さんの、まあうちでも販売してるんですけど、刃先ゲージ。これは、こっちが20、こっちが10度なんですよ。で、このちょうど真ん中に三角がありますけど、ここが15度になってますね。で、一般的には、革包丁、まあ、ここで言うと革包丁なんだけど、は、スキ用で12とか、13とか、11でもいいかな。11だとちょっと、スレスレかな。12、13、13ぐらいがいいのかな。こんぐらいか。ね、10、11、12、13度ぐらい。で、まあ、祭壇とかに使うんだったら、まあ、16とかでもいいのかな。15、16、17ぐらいでいいんじゃないかなと思うんですよ。もうちょっとあっても全然大丈夫っちゃ大丈夫。20度ぐらいでも切れないことはないです。はい。で、じゃあ、この間僕は包丁研いだ動画を出したじゃないですか。うちの刃物はどんぐらいになってるのかっていうのをちょっとやってみようかなと思うんですね。何本もあるんだけど、この間登場したやつで研いでないものもあったりするんですけど、この辺かな。まずこれね、まあ祭壇にちょいちょい使ってるやつ。で、これは使い方は細い方から合わせていく。厚い方でいきなりドンってやると一番奥までズドンとついちゃうんで、だ刃先ちょっと心配じゃないですか。あんまり鋭角な刃だとね。だ細い方から入れていく。黄色がバックのところの方がいいかな。ね。やっぱちょっと、これ10度ってことはない。これよりもまだあるね、角度は。10個ぐらいかな。ここぴったりだね。ここがぴったり。14度。これだとこっち側にちょこっと隙間が見えるね。ほんの少しですよ。すごい少しですけど。ここでドンピシャ。ここだとまだちょっと、この後端に、後ろのところにちょっと隙間が見える。かな。14度です。もうちょっと鈍角でもいいかななんて思ってますけどね。こいつ。ここの長さ、では見れないです。厚みによってここの長さは変わっちゃうんで、これはね、結構鈍角なんですよ。これはね、16度ぐらい。嘘だな、16度、17度だね。17度です。17ぐらいでも祭壇には全く問題ないですね。ただ、すくのにはね、すきを入れるにはちょっと心もとないなっていうか、ちょっと、これも祭壇用で、これは16度ぐらいかな。16度ぐらい。まあ、どれぐらいの角度で僕が研いでるかなっていうだけの話なんですけど、これもね、隙も祭壇も両方使ってるやつ、15だね。両方使ってるんで15。嘘だ、14だ。
12度ぐらい、これはスキにも使ってる、12度ぐらいで、わかるかな、あのこうね、ここを押すとね、刃先を爪で押しても全然別になんてことはないんですよ。で、これが12度です。このね、横の幅っていうのもありますけどね。あとはこの裏の形状とかもいろいろあるんですけど、まあそこら辺を語り始めちゃうと動画が終わらないんで、終わらないので今日はそこら辺までは行かないでおこうと思います。軽くね、軽く言ってもいいけど、これなんかほら U の字になってるでしょ、裏すきね。じゃあそうそう、比較のためにもう一本出してみました。これね、裏がちゃんと出てないで角っこがいまいちなんだけど、これのみです、あの木をコンコンやるやつね。でこれはどんぐらいの角度っていうと、もう見るからに20度なんかじゃ全然足んないよね、ほら。ね。全然もっと30度よりもうちょっとあるかな。うん。あの、すごく鈍角です。じゃないと、だって、木をコンコンって言ったら、かけちゃうもんね、簡単にカキンって。で、こういうのも、あの、ね、これ、これと付属のやつがあるんだけど、だいたい角度が見れるやつ。それも包丁研ぎサポーターの中に入ってます。こんなんでこう挟んで正確な角度でこう研いであげると分かりやすいね。これは包丁研ぎサポーターで、これさ、ここのネジが結構長いんだよ。だからこれはまさか入んないだろうなと思ったら、はい、こんなに長くても分厚い刃物でもね、使うことできますね。まあまあそれを考えたこの厚みなんだろうけど、相当いいですよね、包丁研ぎサポーターでね。今日はね、何をメインに言おうかと思ったらこれなんですよ。これ僕が好きでメインに使ってるやつなんだけど、これすごい角度が薄いんですね。で、薄い方がいいやと思ってこうね、角度だんだん鋭角になるように少しずつ研いでいって使ってたんだけど、限度を越して薄くなってると思うんです。で、これが一番薄いところで、ここでぴったりか、ちょうど10度ぐらいだね。10度だね。これで大体10度なんですよ。10度まで薄くするとどうなるかっていうと、映るかどうかわかんないんだけど、ここを爪でね、押すと、爪で押したぐらいで、しなるんですよね、この刃先が。こうやって押すと、ここがビヨンビヨンってこう、モコモコと出てくる。要はもう、カミソリより薄いかな、刃は。その代わり切れ味は、そりゃいいです。それはいいんだけど、相当弱いですよね。10度まで行くと弱い。やっぱ12、13ぐらいがいいんじゃないかな。10度っていうと、かなり刃は脆い刃になっちゃってます。今度は微妙にまた調節しながらちょっとずつ起こしていこうかなと思うんだけど、そんなことしてる間にね、もう、あの、短くて、この刃物の寿命は終わっちゃうかなと思うんですけど、じゃあ鋭角なほどいいかっていうと別にそんなこともなくって、では画面を切り替えましょうか。はい、あの編集なんちゅう編集じゃないねさあ、ここら切れっぱしなんだけどね、すごく角度が、こんなに角度のがあるこの刃物でもこれが切れるかどうかって話ですよね。切れるかどうかといえば、多分普通に切れるっちゃ切れるんですよ。裁断に別に問題があるかって言って問題ないんですね。普通に裁断はできます。だからそんなに鋭角にする必要は
ないと思います。脆くなるからね、歯が。ただ、あんまり分厚いものとかだと、あんまりこれが分厚いと、こう、ものすごく、片刃なんで、ね、こっち側に傾けないと、ちょうど部位にならないよね。この傾け度合いとかだ、なんだったりとかで、非常に使いづらくなってくる。あとは、こう、隙を入れるときとかも、こう、刃物を入れるのに、なんていうのかな、こう、うんと刃を立ててるでしょ？でも、透けないことはない。ね。まあまあ、こういう毛羽が出るのは、もうちょっと切れ味が欲しいなっていう、印なんだけど、だ何事もね、やりすぎは良くないよっていう話なんだけど、でもな、こういうね、大きく、手前の方からこういうふうに、まあ、見るからに軽そうでしょ？スイスイこう、スイスイ透けるっていうのはこういうスレスレの角度だったりするわけですよ。こう、先端をゼロまでね、こう、これは、これ取りすぎましたけど。スイーッとこう薄くっていうとこういう薄い刃があると使いやすいんだけど、こんな角度でこう、まあ革すき器を使っちゃうからこういうすきはあんまりやらないですけどね。こう大きくすいていくみたいな。でもそう、こういうのは薄い刃があると結構楽。この角度同じこれでやろうかっていうとちょっと厳しいかな。いや、そんなこともないか。いや、厳しいやね。できなかないかもしれないけど結構しんどいですね。まあだからバランスが取れたのは16度とかなのかなと。で、鈍角でもちゃんとした刃をつけられれば割と切れるもんです。うん。どれだっけ。これは15度ぐらいって言ったっけ。ね。まあこれでも、これも好みちや好みなんですけどね。うわ、穴開きそう。ちょっと怖い。うわ、穴開きそう。怖い。さすがに怖い。あ、穴開きる、やっぱり。こう、感触でね、あ、これ、そう、行ったっていう感じがありましたけど。こっちからこう入れることないもんね、今みたいなシチュエーションで。で、だから何ていうのかな、あとはこう切るときにね、こういう角度で切るわけですね。あ、そうか、これはまた別な角度にしましょうか。角度でございます。角度といえばこういう角度もあるじゃないですか。こう包丁を入れて手前に引いて切りますよね、革包丁って。これをこういう角度で引いてくることが多いと思うんです。革包丁っていうのは。だから、ね、この状態で、この刃の厚みに対してどれだけ刃が当たってるっていうと、これぐらいの長さので刃が当たってるんで、同じ厚みを切るにしても長い刃が当たってるってことは、それだけ刃がたくさん仕事をしてるってことじゃないですか。逆にこういうふうな角度で切ると、このここだけしか使ってないで切ってますよね、こうやって。ね、この辺使えてないでしょ。だから刃がなまるのも早いし。うん。で、だからこういう角度で使うんだけど、こういう角度だともちろん、
カーブを曲がろうとすると今度は曲がらないわけですよ。刃がいっぱい当たってるんでクイッと曲がろうと思うと曲がらないわけですね。だからカーブ包丁っていうのはカーブを曲がるときはこう奥に倒してこう切るわけです。これがラウンドナイフで押して切るやつだと逆に手前に倒すわけですよ。だからそういうのを楽にするためにこれがあるんですね。この斜め切りの回し切り包丁っていうね、こういうのはもう普通にこうしてするだけで刃が立ってるんで、こう曲線を切る場合はこっちの方が切りやすい。でもこれってさ、刃先がピーンととんがってるから、このグリって回すとか刃のこの皮の厚みでこうねじることになるんで、それとかこういうカッティングマットにもう多少刃が食い込んでるわけですよ。ここでねじるんで刃が欠けやすいんですよね。だからこれよーく見るとわかるんだけど、向こうからこっちへちょっと斜めに削ってあるんですね。解くときに最終的にここちょっとこっちに削るんですよ。だピーンととんがってるんじゃなくて、ちょっとこう鈍角のこういうこの斜めを鈍角にしてやる。そうすると刃が欠けづらいです。はい、なんか角度っていう角度からいろいろ話が発展してしまいましたけど、ね、ただ包丁一直線の刃の型までごくシンプルなようだけど、いろんな要素がありますよというそんな話でございました。なんかね、カテゴリーをね分けて初心者向けのなんて思ってそんな動画も撮ればいいじゃねえかと思って始めたんだけど、やっぱりちょっとマニアック方面に行っちゃうよね。まあそれが僕の性分なんでしょうがないなって思っております。はい、てなわけで、なんかちょっとあれでしょ、ちょっとなんか YouTube 動画っぽいよね。まあ無理にこっちにこれからも寄せていくかっていうとそんなことはないんだけど、なんとなくやってみたくてやってみたわけです。はい、そう、ねさっき言ったどれだけ刃が薄いのっていうと、こうやって押してもね、このカッターの刃はとっても切れ味いいんですよ。グランツの刃ね、これだって多分刃が薄くて両刃になってるから、これさ、このゲージじゃ測れないよね、何度になってるかは。これでもスペック表にあったような気がするな、角度なかったっけな。うん、でも10度ってことはないと思う。10度になると青髪スーパーとかでもこうペラペラな感じがするんでね、それより全然あると思います。でもやっぱり薄い方が使いやすいっていう人もいるしね。これの話は本当好みだと思うんですけど、でも何度っていうのは分かんないと話にならないじゃん。うん、だからこれは何て言うのかな、これがあればあるで話ができるなっていう、そうそう、結構正確に測れるんでね、これとこれの間ぐらいだなっていうのも分かるしね。うん、そんな話でございました。まあどうだろう、こんな感じでやる、これからも、まあ気が向いたらやりますってな感じで、こうはだって今日はこんなもんで、じゃあね。